ちゃげちゃクリスマス仕様になりました。もうやっと12月に入ったということで、こんな感じでねツリーも出したんやけど、見てこれサンタさん超可愛くない？あ、ルルのものあんね。じゃじゃーん、ルルサンタです。くわー、あばれん坊サンタや。なんやなんちでそんな。でな、今年はこれともう一個トマヤのやつ買ってん。これアッシー超かわいい。毎回こういうクリスマスグッズとかはシーンで買ってるから、今年はね個人的に買い物しました。はい、ということで今回はシーンで作る冬の韓国っぽコーデやっていきまーす。で、今回はありがたいことにコラボ動画なんですけど、もうリナが一目惚れした韓国っぽいアイテムを選ばせてもらったので、たくさんねみんなに紹介していきます。それではスタート。でもかわいいな。まあでもリナさんとかな。まずはこんな感じのコーデを組んでみました。このデニムと靴に関しては前回のシーン購入品の時に紹介したアイテムなんですけど、ちょっと今回はこのニットとバッグを紹介します。これサイズが S サイズでお値段が2700円ぐらいです。このラインとかロゴが赤やからめっちゃクリスマスっぽい。さっきみたいにさ、こういうカチューシャとかする時にもすごい合わせたら可愛いニットやと思う。これでなんか袋がこんな感じの袋に入ってて、いつも結構シーンとかデイジーみたいな感じで書いてんだけど、デイジーと何かのブランドのコラボなんかな。コラボアイテムっぽくって、なんかいつもタグとか特についてきたことなかったんけど、こんな可愛いタグまでついてた。でも他のにはついてなくてな、このアイテムだけついてきました。で、質感なんやけど結構厚めでしっかりしてる。今暖房なしなんやけどさ、下にヒートテックともうこれ着たらもう結構暑いぐらい、室内におったら。だからかなりあったかくね着れるから、真冬も活躍してくれるアイテムで、出すとこんな感じで丈感はね、お尻しっかり隠してくれるぐらいの丈感でした。なんかこの真っ白じゃなくてアプリコットっていうのかな、なんかクリームっぽい感じなんやけど、これがちょっと温かさがあるっていうのと、でこの赤のロゴとかもなんかボルドーよりもさらにちょっと深めの赤って感じがして、大人っぽさもある。めちゃくちゃお気に入りのニットです。これはマジで正解すぎるアイテムで、次さっき持ってたこのバッグなんやけど、もうこういうのさめっちゃ欲しくて探してて、よいしょ、こんな感じでチェーンになってるからこうやったりとか、あとはもうめちゃくちゃ長くして斜め掛けしたりとかもできる。中開けたらチョックがしっかりついてて、こんな感じですね。幅もあるからお財布とかも全然最低限のものは余裕で入るサイズ感です。なんかアウターってさ、もうアイテム自体は結構シンプルなものが多いというか、そんなに派手派手なさアウターってあんまりないと思うねんけど、やしみんなもシンプルなやつを選ぶと思うねんけど、そういう時にもこういうねなんかアクセントのあるようなバッグを持ってるだけで、なんか一つシンプルから抜け出せるというか、シンプルではあるねんけどすごい可愛いね、目がつくようなコーデになるので、一つ持っておくとかなり使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで次、じゃじゃーん、トップスを変えてみました。うん、なんか韓国にマジでいそう。で、このニットがブラックの M サイズでお値段が1800円です。もう大好きなシャギーニットで、めっちゃな肌触りもいいし全然毛も抜けへんから、この値段でこのクオリティ買えるならもう買うって感じやし、みんなにもすごいおすすめしたい。こんな感じでお腹がなちょっと見えちゃうから、真冬はちょっと寒いかもしれへんねんけど、なんかやっぱ可愛くてな、選んでしまうショートだけって。でさ、この帽子もう早くみんなに紹介したくて、もううずうずしてたんやけど、これをもうずっと気になってたから、さっきのクリスマスグッズ買った時にもう一緒に個人的に買い物したやつで、めちゃめちゃ良かったからみんなにちょっとシェアさせて。でこれな、もう先にインスタに投稿で載せたんやけど、その時もすごい聞かれて、コメントとかで、やっぱなみんなこういうの今年流行ってるし探してるよな。しかもさ、安かってん、これが600円とかで買った。やのに普通に使えるし超可愛い。で、あったかい。
なんかもう耳とかさ寒いやんか、もうだからこうやってちょっとかぶせたりしてよく使ってる。写真映えとかもすごいするからさ、可愛いカフェとか行ってぜひ撮ってほしい写真これで。であと大きめやから顔も小さく見えるけど、なんか変になりすぎないボリューム感というか、ちょうどいい感じのサイズ感なのも良き。マジで 2,3,000 円で売っててもおかしくないレベルで、個人的にはなんかこういうさちょっとかっこいいっていうかカジュアル感強めでデニムとかヴィンテージ感があるコーデにあえてこういう真っ白のモコモコを甘さとして入れるっていう、もうこのコーデが大好き。インスタに載せた時もね、こういうスポーティーっぽい感じのコーデに合わせたいけど、ほんまにこんな感じで着てほしいです。はい、ってことで次、ちょっとさっきの白飛びしてたかもやから近くで見せるとこんな感じです。なんかシルバーの飾りみたいなのがついてる。次、こちらのアウターです。これがホワイトの S サイズで4200円でした。これのめっちゃ大きいフードがついてて、こんな感じで、で、あと首元もこんな感じでね、締めれます。2つベルトがついた感じになってて、でポケットもしっかりついてた。もうなんかシルエットさ超可愛くない？これザ女の子って感じのアウターで、でただこれちょっとな生地が薄めやったからわーとか思ってたんやけど、ほんまにこういう感じでかなりゆとりがあるというか、ポンチョみたいな感覚で羽織る感じやから中かなり着込める。うん、だから中にめちゃくちゃもニットとか分厚めの着込めばまあまあまあいけるんじゃないかなって感じ。冬でもこういう可愛い系のアウターも一つぐらい持ってても使えるかなって思ったので選んでみました。そしたら次はこれ、またなんかクリスマスとかに着れそうなやつやねんけど、じゃじゃーん、真っ赤なパーカーをゲットしました。あってめっちゃ可愛い、やばい。これ全身がこんな感じでな、コーデ組んでみたんやけどさ、ちょっと見てみて。はい、うん、ニット丈と合わせても可愛いし、あのデニムとかと合わせても絶対可愛い。結構なんか使えそうなアイテム。なんかさクリスマスとか近くなると赤のトップスとかすっごい光れて集めたくなっちゃうんだけどさ、わかる？派手かなとか思いつつもなんか着たくなんねんなこの時期は。でこれは M サイズにして2400円でした。でフードのさ紐がめっちゃ長い、うん、ここまである。でなんかこれもあえて感があってすごい可愛い。であとフードもついてて、前はこんな感じでチャックになってます。なんかそんなに分厚すぎるって感じではないねんけど、ちゃんとしっかりしてて、アウターとかもね、あの上から着てもごわつかないぐらい の厚さです。で下に履いてるこのスカートも今回頼んでみたやつで、ちょっとなウエストが大きかったから一回折って履いてんねんけど、今ベルト通せる穴があるからベルトしてもいいと思います。ミニスカートっちゃミニスカートなんやけど、結構長さが思ったより長めやったから、なんか普段そんなにミニ丈挑戦できひんねんなっていう人も割と履きやすめのスカートやと思う。太ももとかもしっかりね隠してくれる感じやし、なんかこのフリフリすぎない感じね、ストレートシルエットにしっかり収まったようなフレアって感じやから、これも良き、着太りしにくい。はい、ってことで次、はい、こちらのマフラーでーす。これがおいくらですか？800円。マジやばない？800円。そう、しかもこれカラー展開がめっちゃ多くて、で結構なあのベーシックなものからこういう青とか黄色緑ピンクみたいな感じでカラフルなやつがすごい多かった。結局こういう無地のシンプルなやつが一番使えるけど、ちょっとカラーで遊んじゃうみたいな感じがねもういいですね。パキ青ってよりかはちょっと優しさもありつつ、暗すぎず明るすぎずパキパキしすぎず落ち着いたなんか目に優しい青みたいな伝わる？なんかそんな感じの優しい色味してるからクールすぎない感じが大好き。で結構ほらこんな感じで長くって太さもねしっかりあるから、マジちゃんとしたマフラーって感じ。あ、なんか毛もそんなに抜けなさそう。まあ引っ張ったら抜けはするけど、普通にしてる分にはそんなに気になりにくいかなって感じはする。はい、ってことで次、
はい、次こちらのアウターです。これがコーヒーブラウンの S サイズ4800円です。これね、あったかい。そう、なんか見た目的には結構ジャケットみたいな感じで寒そう感あるんやけど、中がこんな感じでね、しっかり全部モコモコ、しかもあったかいモコモコやから快適で、この襟の部分もモコモコが出てて、丈がこんな感じでちょっと長めでね、ツヤっとしたレザーでかっこよく大人っぽい感じもあるんやけど、でもこの襟がファーのことによってね、しっかり可愛さもあるので、レザーやから着にくそうみたいな感じは全然ない。あとな、重たくもないからこの肩来る感じもせんかった。はい、ってことで次。はい、次がこちらの青のボレロです。もうこんなん大好きすぎ、もう超大好物ドタイプのアイテムなんですけど、これが S… あ、待って、あと S サイズしかなくなってる。 S サイズにして1100円でした。紐がついてんねんけど、前でクロスして後ろで結ぶって感じになってます。で、このちょっと水色っぽい感じのこの色味もね、可愛いです。なんか普通のカーディガンやと飽きちゃったなとか、あんまりなんか周りと被りたくないなとか、そういう人にすごくおすすめのこちらアイテムになっております。やばい、これも可愛すぎる。はい、こんな感じです。M サイズの1900円です。こうハーフジップになってるのがすごい可愛い。分厚すぎず厚すぎず、チクチクしないね。もう一番大好きな素材感。あ、またちょっと。で、この形がマジで神。ウエスト超細く見える。キュッて内側に入ってくれる、こんな感じのデザインになってます。あと、ちなみにこれ後ろがな、こんな感じで文字が入ってた。後ろも可愛いって、何事、超可愛い。てか、このバッグと相性良すぎん、このコーデ。このスカートが S サイズの1800円です。そう、こういうデニムのスカートを求めてた、マジ で、 で結構思ったよりね、ふわっとフリルがある感じの、広がったような感じになってるんやけど、あの上も結構ボリュームがある、ごつめというか、あのタポッとしたのと合わせるとちょっと着太りしちゃうから、そこだけ注意かも。ちなみにこれ下ズボンになってます。ズボンになってるというか、まあ、裏地がついてるやけど、それがズボンになってるって感じかな。てかさ、なんか今冬の感謝祭みたいなのがやってて、だからかな、アリアもすごい安くで買えてさ、かなり値下げされてるから、ちょっとこのタイミングを狙ってね、みんなあの冬に必要なものとか買い忘れちゃったものとかを今のうちに買っておくのがいいかなって思います。そう、あのな、ちょっと今若干急ぎ気味で撮影してて、そうっていうのも矯正をね始めるんですよ。今日もこの後行かないとあかんからな。そう、ちょっとね、間に合うか間に合うかと思いながら撮影してます。でも伝えたいことありすぎてさ、いつも、 もう予想してる以上の倍は言い過ぎやけど、超長く撮影しちゃう癖があってっていう風にね、今も喋ってたらまただからな、長くなんねんな。はい、ということで次。サンタが見えるように、よし。はい、ということで、あのもうちょっと時間が結局間に合わへんくって先に矯正行ってきました。もうマジで次がラストのアイテムやったから、そのままやっちゃってもな、よかったんけど、なんか適当な感じになんかなるのが嫌やったので、帰ってきて今からまた再開します。はい、ということでラストがウィッグを頼んでみたんやけど、とりあえずつけてくる。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、こんな感じにしてじゃじゃーんこんな感じの黒髪ボブかな、ボブかな、これはにしてみました。なんか今年の夏に黒髪のロングバージョンのねやつをあの初めてやってみて、それがすごい好評だったから、ちょっと次はボブで行ってみようっていうこと で、 であのチェウォンちゃんが大好きなので、ちょっとチェウォン味のあるウィッグを選びましたでもなんか個人的には違和感でしかなくって、なんか似合わんのかな、ロングの方が似合う。値段が1500円ぐらいで買えるんやけど、でなんか写真見た感じ結構もっと短いかなって思っててんけど、意外と実物はね長めやった。で前髪とかも結構重ためやから、自分で切ったりしてもいいかも。
帽子かぶったらめっちゃ自然になりそう。待ってこれや。え、よくない？え、めっちゃいいやん。やっぱ帽子かぶるとなんかいい感じになったわ。はい、ということで紹介したいアイテムは以上です。え、どう？結構韓国っぽい感じのコーデたくさんできたんじゃないかなって思います。そんで全部当たりやった。全部可愛かったし超使える。で、概要欄にクーポンコード貼ってあるのでぜひ使ってください。ということで、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタもやら TikTok もやってるのでそちらのフォローもぜひお願いしますということで、バイバーイ。ちょっと今終わって撮影脱ごうって時にもうこれをちょっとみんなに見てほしくってさ、バイバーイ。